うわ、やばいやばい、めっちゃ煽ってる、めっちゃ煽ってる、おお、やばい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 、うわやばい、前来た、ちょっと待て待て、おい手出すな、おいおい、お前ら警察呼んだよな、おいお前ら顔映してるからな、分かってんな。じゃとりあえず今ちょっと緊急で撮ってるんですけど、あいつせんでいいからな、いつ来ない、いや一生ついてくんな、うわーやばい、横来んな、横来そう、うわやばいやばい、めっちゃ煽ってる、めっちゃ煽ってる、ちょっとさっきね、あのちょっとあの一瞬ちょっとぶつかりかけて、そっからずっと一生ついてくるんですよ、やばいな、めっちゃ煽ってくんな、ちょっと気ぃつける、絶対事故んなよ、やばい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 、マジでやばい、ちょっと止まる、やばい、横つき横つき横、やばない、やばいって、おるんこんなん今も、やばいやばいやばいな、うわ横来た、おほってけよ、危ないじゃん、なんすか、危ないじゃん、距離でお前ほらブレーキ踏みやがって、これちょっと鳴らすんで、お互い様でしょそれは、お互い様、お前がブレーキ踏んだから危ないからなかったんだよ、じゃあお互い様やんけ、そんな何事が様やん、危ないの、こっちの後ろ走ってお前急ブレーキ踏んだお前やろがい、お前さ煽ってお前ハイウィングしてきてそっちの方が危ないやろ、止まれやん、毎回そこもうええねん、止まれ、ほっとけ、もうええねん、ほっとけ、大地ほっとけ、もうええから、もう撮ってるから、舐めてないこいつら、うん、もうほっとけって、マジでほっとけ、うわなんだこいつ、やばいまた煽ってる、危ない危ない、パリックや、絶対事故んだよ、大地普通に運転してマジで冷静になったよ、とりあえずしつこいな、こいつあかんねん、あかんねん、うわ危ない危ない危ない、こいつ危ないよマジで、めっちゃ今ちょっととりあえずあの探偵のやつで行ってる最中なんですけど、移動中っすね、移動中に急に重っきし煽られてるからちょっと急遽動画回してます、まあ最後もあの危ないやろって警察行くんで、それでちょっとぶつかりそうになったからブレーキしただけやねんけど、うわ危ない危ない、やばいやばい、とりあえずもうエンジンほっとけよ、マジでほっとけよ、うわ横来た横来た、やばいやばい、うわやばい前来た、あかん、おお止まん、もうええって、ちょ、俺行くわ、おい行くなって、おい取ってるから、あ、待て待て、おい待て待て、ちょっと待て待て、おい手出すな、おい、おい大地、おい大地、あストップストップストップ、あ待て、おい手が分かった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 、警察呼びますね、警察呼びますね、おい警察呼びますね、はい警察呼ぶ、おい大地もう警察呼んだから、おい大地警察呼んだから待っとけ、おいお前ら警察呼んだからな、おいお前ら警察呼んだからな、おいお前ら顔写してるからな、分かってんな、もう警察通して話しましょうねって、もうええから、おいやめろ、ええから、おい、あの間で警察呼んでから、警察来てから話しましょうか、警察来てから話しましょうか、もう顔も写してるんでね、警察と話しましょう、あと大地もうええって、はい、もう大地ええで、大きくやんでええで、はい、だいぶやばかった、めっちゃ痛い、あの今もう警察署のとこ来て、一応もう全部動画撮ってるからね、さすがに とりあえず動画は警察に全部見せて、でミラーも割られてるんですよ、で後でちょっと見せるんですけど、ミラー割れてるのと、で大地の携帯の画面も落ちた時に割れてるんで、でやられた、殴られたね、こう胸ぐらいでボンみたいな、胸ぐら掴まれて、まあその押されたりとかもしたけど、てか普通にどつかれたか、うん、とかもうめっちゃ怖かったんけど、いやいや怖そうではなかったけど、ほんまに俺が怖かったマジで、あれでも行かないしゃあないやろ、もうあんなになったら、もし相手一人とかやったらもう話できたかもしれないけど、もう3人ともガーン来とったから、そうやな、全然あの警察は呼んでないけど、もう警察呼んだ警察呼んだって言ったら逃げていったんで、まあ、ナンバーとかも映してるんで、まあ、とりあえず警察相談して、まあ、あの誰の車か分からんけどな、あ
ああいうやつら何もさやな、盗難車とか心理何もされてない、なんかめっちゃやられてなかった、押されたでしょ、俺は服とかやな、服ぐらい全然俺は大丈夫、さすがにちょっと久々にあんな子ら見たらまあちょっとあの目的が違うからそもそも、まあ、一旦これ警察でそれ終わらしてちょっと違う張り込みがあるんでそっち行かのダメなんでそれだけ終わらして、そっちだいぶ遅れてもな、うん、行かなかん、まあ、ちょっとあの急遽の動画で多分ほとんどもうブレブレかもしれない、俺手とかめっちゃ押されてたから、ああもうとりあえずこれ録音でもいいから警察出そうって思ったから、とりあえず撮ってるからごめんな、全然俺は全然あれだけど、まあ、何もなくてよかったとりあえずは行った、まあ、いきなりの動画なんですけどさすがにヤバすぎたんでちょっとだけやられたけどあんまり怪我もしないし、まあとりあえずよかった、あげれんねやったらあげます、まあ声もう声とモザイクだけかけといたら動画自体はあげれるから、うん、で警察にはもうそのまま見せてっていう感じで、うん、ちょっとほんまに普通に被害届出させてもらいます、はい、すいませんでした。彼女がその会社の飲み会から帰ってきた時に酔っ払って潰れて寝ちゃってたんですけど、彼女の携帯に女の子から電話が来てて、僕も顔見知りの子やったんで潰れて寝ちゃってるよっていうのを言おうと思って電話取ったんですけど、うん、その男性の方が出られて、それがその元々働いてるところの男の人やって、あ、出てきましたね、多分これですね、ちょっとついていきます、多分間違いないですね、そこ元上司の家らしいから、あ、行こう、もう行こう、それで行こう、お互いちょっと手出すのやめましょうね。お兄さん、浮気してる側でしょ。お兄さん、分かってますよね。お前、さっきから言ってほしいな。誰だこいつ、ほんまに。いや、僕も未来行くこと。どうしよう。あかん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 。じゃあやるだけし。どうやるから、うっとしよう。お兄さん、もうちょっと一回やめときましょう。一回立つのわきまえるだよ。危ない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 。手出す。おい。おい。